うわ、これ出れねえかも。不穏な始まり。本能がおじけづき死を覚悟する呪われし山。ラブホに沿って左折、一気に急坂の住宅街へ。今回は名古屋市の北東部に位置する東国山に取材に行ってきました。この東国山の一番のポイントは、尾張と神社が牛の時参りに用いられていることです。そうです、牛の時参りです。深夜に藁人形を打つような人間の儀式です。 YouTube に再現動画あってくさ。唐突な雰囲気ブレイカーに夏の雑草も繁茂極めそうですね。さて、動画では西から東国山を登ります。坂は急ですが、普通の閑静な住宅街ですよ。 EV モードが大活躍。ちなみに牛の国参り、現実世界でやったら犯罪ですが、やってるところを見られたら目撃者を殺さなければならないというルールがあるんです。そんな場所に深夜に行くの怖いですよね。心霊スポットになっていくわけです。さて、ここで一気に道が狭くなり、唐突にアスファルトも消滅します。路面もジムニー専用レベルにまで悪化。 U ターンするだけのスペースも取れ高もなし。行くしかありません。街灯もなし。擦るどころか底面打ってパンクするリスクのみあり。タイヤをどこに乗せるか見極めながらの再徐行で進みます。この場所の体験談なんかもあるが、理解できないものを何でもお化けのせいにするアホの集まりだな。カス揃いだ。あと火の玉って言うけど、それ看板に反射した電柱の光だから。お化けも UFO も一緒だぜ。バカの思考放棄でしかない。挙句の果てには道中で交通事故とか、目も当てられませんわ。寝不足と不注意による運転ミスをお化けに取り憑かれたことにする人たちはさておき、この路面はパンクしそうです。何回もバンパーを打ちました。トヨタの堅牢な設計だけが頼りだ。そう思って進んでいくと絶望が。まさかの行き止まり。今の左カーブで U ターンするしかないわけです。そうして冒頭のこの写真になるわけだな。バンパー打ったけど、慎重に運転したおかげでパンクもなく帰れましたぞ。何回吸ったか覚えていない。 GTR は一度も吸らなかったのに、純正車高のプリウスの方はバンパー裏がボロボロ。まあまあ、木々の合間から覗く夜景は綺麗でしたよ。ドライブデートついでにラブホでやって帰ろうって？無理だぞ。パンクして立ち往生して、蚊に吸われるだけだ。パンクは困る。お化けとかどうでもよくて、タイヤへの負荷軽減に肝を冷やしたといううち。山奥でパンクしても2時間はレッカー来ないぜ。本気でこういう道に行くなら、スペアタイヤと交換工具は最低限必須だな。というわけで、ご視聴ありがとうございました。